け出してって抜け出してって悲しすぎる運命からあなたは奈落の花じゃない。ステップ principal。 大馬場様は雛見沢連合町会が圭一君を支持することを認めてくれたよ。雛見沢連長がバックにつくってことは鬼ヶ淵四種同盟がバックについたのと同じってことになる。ってことは絶対に負けられないってことさ。そしてみっともない戦いもできない。あんたは引っ越してきたばかりのその身で雛見沢が作り上げてきた団結の歴史を背負うんだよ。その覚悟は終わりかい？あります。ほう、即答とは男だね。見上げた根性さ、よくあれだけ大馬場様に言えたもんだよ。最後に飛びかかって大馬場様の首根っこ踏んづかまえた時にはどうなるかヒヤヒヤしたね。え？俺、飛びかかる直前にはなりましたけど、っていうか、あれは冗談みたいなもんで。いいかい、前原圭一は大馬場様に飛びかかって首根っこガッツンガッツンやって納得させたんだよ。そういうことになったから。なんでですか、物騒な。大馬場様は北条家許すまじってことになってるもの。それが若いのに何人か頭を下げられて、はいそうですかってわけにはいかないもの。だから圭一君が大立ち回りをした挙句に大馬場様がその男気に惚れて特別に許したって、そのくらいの物語がないと説得力がないわけなんだよね。分かったかい、ミオン。兄ちゃんのおばあちゃんもいろいろと大変なんだね。こういうところで伝説ができちゃうんですね。里子を救うためにお両大馬場様と取っ組み合いをしたと。けいちゃん、多分街を歩くと今後は人が避けてくれますよ。圭一の最強伝説の始まりなのです。みんな圭一を見るとひそひそガタガタブルブルで道を開けるのです。そんな伝説はいらん。それよりそのありがとうございました。礼なんかいらないよ。何しろ町会はもう話がついてんだ。逆らいようがないさね。むしろこっちとしてはうちなんか無視してやってほしかったくらいだよ。それを君吉の村長さんも人が悪い。いや、でも納得してもらえてよかった。大馬場様も里子ちゃんがいつまでもダム戦争の続きみたいに冷遇されてるのは気にしてた。自分が墓に入る時しか清算のタイミングがないと思ってたみたいだからね。正直あんたたちが騒いでくれたおかげで大馬場様は生きているうちにそれを解決できたってわけさ。内心は感謝してるはずだよ。いや、俺も感謝してます。今度日を改めて俺を言いに行きます。それはやめといた方がいいね。今度こそ日本刀で追い回されるよ。しかし今日の大馬場様は抜かなかったね。よっぽど圭一君が可愛かったんだよ。僕もそう思いましたです。お亮は日本刀が大好きなのですよ。リカちゃんを笑いながら言うな。生きて帰れて大感謝だぜ。まったく今日の圭一君にはおばさんも惚れたよ。男はそうでなくちゃいけない。里子ちゃんも果報者だね。
こんな男にここまで一生懸命になってもらえてさ。母さん、別にケイちゃんはサトコとそういう関係ってわけじゃ。なんだ、そうだったのかい。まだお手つきがないならあんたたちも頑張りな。ねえ、ケイチ君、ミオンとシオン、どっちか好きな方を持っておいきよ。おばさんのことは今日からお母さんって呼んでいいからね。じゃあケイチ君。J'ai complètement oublié de dire du coup log, c'était quoi? Toutes les deux rouges pivoines, Mion et Shion placèrent une attaque en même temps, l'une avec le poing, l'autre avec le coude. Je commence à comprendre d'où vient l'humour et le sens de la conversation de Mion. Elle a ça dans le sang en fait. Kimi wa Ojo-san wo settoku shite kureta. Yakusoku dori, chōkai wa kimi wo shiji suru zo.明日の昼にその旨をきっちり向こうに連絡する。もちろん私もさとこちゃんをすぐに保護するべきだというつもりさ。何しろお嬢さんの指示があるんだからね。多分その電話だけでさとこちゃんはすぐに助け出されるさ。本当ですか。ケイちゃんはそれだけの相手を口説き倒したってことだよ。じゃあ、これでサトコは明日には必ず。まだ絶対と決まったわけではありません。でももし君吉のおじいちゃんの電話を断れば、それは鬼ヶ淵四種同盟を敵に回すということになります。おじいちゃんは普段は温和だけど、同盟会長になった時はそりゃ鬼ですから。その時は鬼になるよ。とにかく男の約束だ。さとこちゃんがすぐにでも助け出せるように協力する。ありがとうございます。あとそれから、さとこを北条家だからとか言って差別するのももうなしにしてください。おじいちゃん時々言ってますもんね、北条の罰当たり者みたいなこと。ええ、あれは他の人に悪ぶって言ってるだけで、別におじいちゃんはさとこちゃんのことを嫌ってるわけじゃないんだよ。なら、そういう悪ぶるのもなしですね。さとこちゃんを村の子供として本当の意味で受け入れてください。分かってる。今後は酒の席でも軽率なことは言わんや。約束する。うかつなこと言うと、私がケイチ君に首根っこをつかまれそうだ。Alors enfin, nous prîmes le chemin du retour. Satoko n'était pas encore sauvé, mais nous venions de faire un grand pas en avant. Demain, le maire passerait un coup de fil important et se plaindrait au nom de l'association.En faisant bien sûr attention à leur faire comprendre que l'ordre venait d'Oryo Sonozaki. Satoko wa kore de unmei kara sukuwareru no de shou ka? Ah, machigai naku na. Hyotto sureba ashita ni mo sukui daseru sa. Sore de dame nara kondo wa sou kougeki da. Hanpa nei kibu de na. Sore kara na, Rika-chan.み、運命とかって安っぽく言うんじゃない。運命って言うと初めから結果が決まってるみたいに聞こえる。でもな、最初から結果が決まってることなんて何もない。結果を作るのは俺たちなんだ。だから何をしても無駄みたいな意味で運命って言葉を使うんじゃない。
Rika eut l'air d'y réfléchir pendant un bon moment. Alors que je commençais à me demander si elle ne faisait pas la gueule parce que je lui avais parlé sur un ton trop brusque, je vis son visage s'illuminer d'un sourire. Keiichi ga sou yu nara sou shiyou. Watashi wa mou unmei nante kiyasuku kuchi ni shinai. Unmei ga ikani yoi ni yabureru ka. Anata watashi ni kou shite nandomo oshiete kureru no dakara.この100年の中で鉄平が帰ってくるという最悪の際の目すらもこうして打ち破れる意味逃れられぬ死の運命なんてきっと大したものなんじゃないって思えるああそれより最悪の目はあなたが転校してこないことかこの100年の間でほんの一二度あったわね。寂しい世界だったわ。ん？たまにリカちゃんの言ってる話がよくわからないな。煙に巻いてるつもりなんだろう。みー、内緒なのですよ。Il insiste. Alors raconte-lui cela. Il ne parlerait désormais plus du destin, sauf la situation l'exige.Le moment fatidique approche. Et d'ailleurs, j'y pense, mais on n'a toujours pas dépassé le festival de la purification du Goto, donc en fait, le chapitre n'est pas encore fini. Excusez-moi de vous avoir fait patienter. Ici le standard de la préfecture de Shishibone. Moshi moshi, sumimasen.生活振興部の自治係をお願いします。Très bien, veuillez patienter un instant. お待たせしました。自治係でございます。もしもし。どうも、係長の相田さんはいらっしゃいますか？これは君吉会長さん。先日は大変お世話になりました。本当にありがとうございました。いやいや、こちらこそ悪かったね。本当にありがとう。助かったよ。あ、係長が戻りました。今、変わります。係長、日並沢連長の君吉会長さんです。はい、もしもし。どうもどうも。今日はいかがなさいましたか？実はね、先日の沖宮の生活相談所の件なんだけど。はいはい。若い子たちが陳情に来ているという話ですね。いや、相談所の方も困っていたそうで、会長さんにご相談できて本当に良かったです。 OK、 ça va bien arriver。 それでどんな話になりましたか？それでね、日並沢連長としては正式に前原君を応援することに決まりましたわ。え？すみません、今なんとうちの町会でも前原君のやってることは筋が通ってると。いやね、若い方が納得してくれんのですわ。若いって言っても50、60の人たちですがね。しかし会長、他の役員さんはどう言っておられるんですか？それは昨日渡流しの実行委員会の席がそのまま緊急の役員会になっちゃってね。最初は石頭連中が渋ったんだけど、すっかり前原君に言い任されちまった。いやね、彼は最近にしちゃ骨のある子だよ。ああいう子をもっと応援しないと青少年の育成にはならないよ。それでは日並沢連長役員会の総意ということでよろしいでしょうか？そうです、総意です。反対の役員はおりませんでした。君吉会長さん、先日もお話ししました通り、相談所の方も相当やってくれてるんです。ただですね、観察期間を経ないことには判断が下せませんし、最近は特に人権意識の高まりもあって、まあいろいろとこの…そんなのは前原君が何でも説明してるよ。
さとこちゃんはとんでもなく暴力的なおじに閉じ込められてるんだ。体の傷じゃないよ、心の傷になっちゃうんだよ。育ち盛りの時期の心の傷は一生に暗い影を落としちまうんだよ。この間の青少年セミナーの先生も言ってたでしょ。一緒に聞いたでしょ。それでその崎顧問の方はどんな感じですか。お嬢さんもね、やるべしと、そう強い口調でしたわ。慎重だか慎重だか知らんが、これ以上さとこちゃんの件を放置するってんなら、ひなみざわ連長全体で前原君をバックアップしていかなくてはなりませんわ。そうですか。園崎顧問が。こういうのはご家庭の問題でもありますし、ご近所の問題もありまして、なかなか行政は動きにくいところがありまして。近所に出てくればうちらも言ってやるけど、何しろほとんど表に出てこないやつだからな。それに町会の者が余計なこと言ったら、さとこちゃんが余計八つ当たりとかされちまうかもしれないだろ。だからこそ行政の出番じゃないのよ。全くおっしゃる通りですね。後ほどこちらからも園崎顧問さんにお電話をしまして事情を伺ってみます。やめた方がいい。しっかりお嬢さんへそを曲げちゃってる。しばらくは電話をしない方がいいね。そうですか。それは困りましたね。園崎顧問は頭に血が昇られると鬼のようになりますからね。それでね、係長さんの方から相談所の方に里子ちゃんの即時保護をお願いしてほしいんです。なんなら私が一緒に行ってもいいです。今から行きましょうか。いえ、会長さんにご足労いただくことはございません。こちらから相談所の方に連絡しまして、結果を本日中にご連絡させていただきます。今日の昼前には欲しいな。そんな夕方になるまで長話にはならんでしょう。所長ってそんなに忙しいの。いえ、わかりました。お昼まで会長さんのお宅へご連絡させていただきます。くれぐれも夜。教会はね、相談所の対応が鈍いと、陳情を真面目に聞いてくれてないと非常に怒ってると伝えてくださいよ。わかりました。必ず伝えますので。はい、ごめんくださいませ。Dans un petit tintement caractéristique, le combiné retrouva son socle.係長、なんだかヤバそうな話をしてましたね。参ったな。南沢連長が燃え上がっちゃったぞ。斉藤君、悪いんだけどさ、その崎顧問に電話して事情を聞いてくれないかい。Putain, il refuse ça, son collègue. 俺は相談所に連絡する。これはひょっとするとヤバいぞ。もしもし。どうもお世話になっております、自治係でございますが、所長さんはおいでですか。日南沢の連合町会が指示ですか。先日聞いてもらった時には確か、先日会長や顧問にお尋ねした時はそういうお話だったんですが、何でもですね、昨夜の役員会でコロッと一転して全会一致で指示に決まったそうなんです。まあわかりました。ですが別に町会名で抗議にいらっしゃられても、こちらも対応を変えるわけにはいきません。町会の抗議があったから特別待遇にしなくちゃならないなんておかしいですから。所長、日南沢連長はご存知と思いますが、所長はダム戦争はご存知ですよね。ダム戦争の時は県にいましたから、新聞に載っている以上のことはよく知りません。本庁の方にデモが来てたみたいな話は聞いてますが。端的に申し上げて、少しですね、先方の話に耳を傾けられた方がよろしいんじゃないかと。でも係長さん、獅子同盟はもう何年も前に解散しているでしょう。その後
オタクとうまくやってると聞いてます。うん、うまくいってるつもりだったんですが、たった一晩で何があったやら。陳情のリーダーの前原くんという子を会長さんがとても気に入られてるようでして、しかもその崎顧問の指示まで得るとはただごとではありません。その崎顧問ってよく聞く雛見沢の影の会長さんって方ですよね。お会いしたことはありませんが。とにかくですね、ご注意いただいた方がよろしいかと。もしも可能でしたらですね、その北条さんの件、急いで保護してあげる方向で検討してもらえないでしょうか。私は町会さんとご縁があったことがないので分かりかねますが、そもそも行政は粛々と進めるべきものであって、その処理する順番が横やりによって変わるのは職務の怠慢ではないかと考えます。うちの職員も少ない人員の中で精一杯やってるんです。福祉士も山積みの仕事の中から順に片付けてるんです。そのどれもが当事者にとってとても大切なことです。どれも最優先でどれも後回しにできません。そうですか、わかりました。では私の方から君吉会長さんの方にそのように連絡しておきます。そんな連絡する必要があるんですか。市政は町会の太鼓持ちじゃないでしょ。オタクもあまり特定の町会にばかり便宜を図ると良くないんじゃないですか。Je sais pas s'il y a une autre opinion, mais l'État est au service du peuple, pas l'inverse. Enfin, je sais pas si la la représentation du pouvoir est différente au Japon, mais enfin. Mais bon, on voit quand même dans l'expression de cette œuvre, parce que nous sommes quand même face à une œuvre de fiction, hein, que la personne qui a écrit cette fiction n'est pas, a pas en très haute estime les services de l'État. Hein. Les fonctionnaires, n'ont pas l'air d'avoir les avoir dans son cœur. Il n'a pas l'air de beaucoup croire à leurs conneries. わかりました. Hein? Oui. 申し訳ございませんでした。それでは失礼いたします。Il raccrocha, sans plus de cérémonie. ダメだな。この所長、剣士の人事交流で来てる人だ。地元町会の怖さを分かってない。県の職員出身じゃそんなもんですよ。しかも相手は雛見沢連長だぞ。俺はどうなっても知らないからね。そっちはどう？その崎顧問と連絡がついた。はい、君吉会長と同じ意見だそうです。相談所への連絡に対する返事は会長だけでなく顧問の方にも欲しいそうです。かー、もっついことになったな。半ドンの楽しい土曜日が朝から台無しだよ。相談所長は怖いものなしで町会なんか知らんってさ。下手すりゃ週明けには本庁と相談所を外線車が囲むこともありえるぞ。会長宅と顧問宅に連絡ですね。手分けしてお返事しますか。その前に市長室に連絡するよ。Il s'appelle le préfet derrière. Oh la vache. Ouais. Ça y est, il passe à l'action, hein. Mais impressionnant, hein. Là, la comédie maximale que leur a servi Horio Senzaki et tous ses associés, enfin bon, ça... sa fille, son gendre et autres. Aïe 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 aïe. Et après ça, on a la ribambelle de changement message en cascade sur la hiérarchie. Après le petit appel de Kimiyoshi. Aïe aïe aïe. Eh bé. Comme quoi, avoir des gens avec le bras long à porter, des fois ça sert. Mais bon. Sur ce, j'espère que cette pièce vous aura plu. Donc j'espère vous retrouver très très bientôt pour la suite. Hein, parce que bon, je pense qu'on va quand même avoir encore peut-être 2-3 sessions avant d'arriver à la fin. Parce qu'on n'est toujours pas, à moins qu'il y ait une sorte d'ellipse
Parce que là, on a l'air d'être dans une position où Satoko va probablement être sauvé. Genre, ça part quand même très fortement dans cette direction, à moins qu'il y ait un gros retournement de situation à la fin. Mais au-delà de ça, est-ce que du coup, on va se retrouver à nouveau avec un nouveau festival de la purification du coton, et donc de nouvelles victimes, peut-être à nouveau les mêmes, comme d'habitude, et que du coup, Rika va à nouveau se faire assassiner, à moins qu'ils arrivent à cette fois à l'éviter. Je sais pas. Mais bon, étant donné qu'on a encore un tome 8, je vois pas ce qu'ils pourraient nous raconter dedans si tout est résolu dans cet épisode-là, donc... Bon, on sait toujours pas qui est derrière la malédiction, hein, même si on a quand même des petits indices déjà, parce qu'on est quand même dans l'arc des réponses de Higurashi. Mais c'est pas encore très clair, donc on va bien voir comment ça va se poursuivre. Et sur ce, j'espère vous retrouver très très bientôt pour la suite. Allez, salut, c'était Joe.